どうもこんにちは。っか塾の久保ですえ。今回はですね、令和5年流行りそうな詐欺についてお話ししようかと思います。今日は第1弾ですけども、キラキラトレーダーっていうのがいるそうですね。これ SNS 上でね、自分のことをね、様を儲かってるように、合流してるように見せて見せて見せて、そして興味を持った人と仲良くなって信頼関係を築いた後に、稼ぎたかったらこういう方法がありますよっていう風にしてね、お決まりの、まあなんか投資の方法とか教えてくれるわけですよ。 いやでもそもそも投資ってねあの何もう公式がありますんでね、うん、だからその公式を誰かから教わるのはいいんですよ特にもう、まあ、しっかりとしたね理論に基づいて公式化されたそのテクニカルトレードっていうのがあるわけですからまあそれをね説明できるほどにちゃんと卓越した人から情報を受け取ればそれで十分投資ってのは乗るかそるかですから うん、だから、4割負けて6割勝つぐらいのことはできるんですよ。それが、いつも勝ちますとかね、少ない資金が莫大増えますみたいなところに踊らされちゃいけないのと、あとはね、急に出てくるんですよ。こういうなんとかトレーダーって。今まで全然別のことやってたのに、え、実はね、こんな投資がありますよとか、いきなり出てくるんですよいや。そこはね、もうそろそろ引っかかんないようにしていただきたいかなと。手前ミスはあれですけども、まあ私も FX の指導を今してますけども、 6年目にして初めて始めるわけですよ。で、6年間ずっと放送してましたからね。ずっと何の対価も受けずに、まあ何の力もない時からずっと放送していて、まあ勝ってきたな、そこそこ勝ってきたな、お問い合わせもいただけるようになったなって充実したからこそ、そしてその結果を予測とともにずっと見せ続けてきたからこそ、その活動の結果があるわけですよね。まあだから、まあニーズもあるし、ちょっとね、自分のテクニカル、 っていうもものを学んだんだですけどもテクニカルのこれだけ学べば大丈夫じゃないのっていうのを、まあ、私の口からでよかったらお伝えいたしますよって形だったんですよね。まあ、その時でも本買えばできますよっていうのを散々パラ言ってるわけですよ。でも人には本から学べない人でも人から学べる人っていると思うんですよ。だからそういう人がよろしかったらいらっしゃったらどうかなって話はさせてもらいますけどもでもねさすがにね自分が儲かってる様子を SNS で公開する暇なんてないですよそんなの。だってトレードしてるわけですからね。 それこそこんなのよくある、なんか引っ掛けの事例じゃないですか。逆にこんなことしたら人が来ないと思っちゃいますよ、私たちなんて。はい、儲かってますよ、って高級車ですよ、タワーマンションですよ、って言ったら、いやーなんかね、いかにもって感じじゃないですか。いや私の場合は、ね、ごく平凡な暮らしですから、それこそ。平凡って言ってもね、昭和の時代の平凡ですよ。お父さんがいて、お母さんがいて、子供がいて、 で、一個建てに住んで、みたいなね。で、近所の人と町内会やったりとか、ゴミ掃除したりとか、そういう日々の中で、えー、生活の一部を支えているのがトレードですよっていう形なんで、まあ、トレードもしてますけどもね。で、トレードも毎日毎日公開してますんで、誰でも客観的に見ることができたりとか、それからね、あの、仮説を立てているから、その仮説が理にかなっているかどうかなんてのを誰からでも評価できるわけなんですよ。で、また学ぶこともできますしね。で、私は自分の方法を教えているっていうよりも、テクニカルを、 うん、私が、うんね、あの理解できることを教えてるっていうかねお伝えしてるだけなんで別に私がいなくても直接テクニカルを学べる人がいたらまあそれは直接やれば似たような結果出るってことはねもう折り込みづけかなと思うんですけどもね、うん、まあでも本当に気をつけていただきたいのは急に「君が何そんなこと言ってんの?」みたいなことで投資の話を急にしだした人とかね、まあ、絶対ついていかない方がいいですよねでもそういう人に多くの人は行くんですよ というのが、やっぱりね、コツ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 やりたくないんですよね。で、私の場合は本当にコツコツやってきて、花開いたっていうところをお見せしてる例なんで、いや、もうね、3ヶ月ぐらいで金持ちになりたいんです、遅くても1年以内に金持ちになりたいんですって人は、私の放送は向かないと思いますよ。うんでもやっぱりね、投資の神様もう言われてるように、ゆっくり金持ちになりなさいと。 ゆっっっくり金金持持ちちにになななる人がが少少いいいから金持ちが少ないんだっていうふうに言ってう言ますよこれは私も同意でねどのくらいゆっくりかっていうと3年がか,かりぐらいでいいんじゃないですかいや3年で金持ちになるんだって早いと思いますよ私はいや3年が金持ちになるために自分の人生が避けない人ってのはそれこそ詐欺にかかるしかないと思いますけどねうんということなんでご用心くださいね投資詐欺が去年よりも今年は多くなると思いますんでで自分だけは大丈夫と思った人がかかりますんでねあ自分は騙されてるかもしんない と思いながら、やっぱりやった,やった方がいいですね。えー、あくまでも投資は余剰資金、十秒後になくなってもいいお金でやってください。それじゃ。